はい、プレ版5月号届きました。たまちゃんも、たまちゃん、さあ、5月はたくさんあった気がする。しばらくぶりだよな、プレ版多分。何ぶりだろう、なんだっけ最後に来たの、忘れちゃった。最後に来たプレバン何だったっけな。プレバン、もう多分ね、だいぶ前、あれだ、メタルビルドのストライク以降プレバン来てなかったんだ。さあ何、いっぱいあるよ、いっぱいあるよ。5月号、おお、カラー箱じゃん。これ縦画面にすればよかったな。 F90 カラーの箱なんだね。これも半年前ぐらいに頼んだんだよ、去年だよ多分注文したの。次はなんだ、これは1年待ちぐらいだっけ、だってエクリプスが発売した日に確か注文したんだよね。だから去年だよね、ほんと完全に1年前ぐらい、まるまるもう忘れてたから。もうあの時はなんか背中につけたいと思って買ったんだけど、もう今更いらないんだけどみたいなやっちゃった感が半端じゃん。長いんだよ来るのが。これなんだ、ミッションパックだ。後から買ったミッションパック、このなんかほら大気圏離脱用のカプセルみたいな、なんか面白そうと思って。他のミッションパックも見たんだけど、なんかみんな子供っぽくてさ、ダサいんだよね、デザインが。こんな感じになるのかな、足だけひょきって出て面白そうだから買ってみた。安かったし。あとなんだ、何これ、あ、これね、たまたまキャンペーンやってたみたいで、ミッションパックかなんかのキャンペーンやってたみたいで、なんか当たった、なんかハンガーみたいの。これただ、これはただ。あとはあれ、これなんか想像以上に箱が小さいんだけどさ、こんなちっちゃいの。あ、ちなみにこれ1万1000円なんだけどちょっとこれは中確認しないと、なんかもっとさでかい箱なのかなというイメージだったんだけど、1万1000円でこんなちっちゃい箱、マジか、相当小さいのか。なんだこの音。でもきあれ完成品なのこれ、違うよね、あれ俺プラモデルだと思って買ったんだけど、完成品まさか、あれ、あ、だから高いのか、俺てっきりプラモデルだと思ってたんだけど、ちょっと急遽これ別枠でやるけど、日曜日これ作ろうと思ってたんだけど、え、嘘、完成品、あれプラモデルって書いてあった気がするんだけど、ちょっと待って、なんかこの完成品だったらまあまあの値段じゃない、1万円ぐらいしてもしょうがないかなっていう。あれ完成品だよ、
プラモだと思ってたんだけど。マジか。あとさ、この羽の幅が30センチあるって書いてあったんだけど、なんか思ったより相当小さいね。あー、ちょっとこれ、うわー微妙。ごめん、マジ微妙。やっちゃったかもしんない。ちょっと待って、これはちょっと別枠でやります。別枠でやります。ちょっとやっちゃった。